こんにちは、ミルキーの庭です。今日は9月に買った葉挿しの分と、あと10月に買ったカット苗を植えていたのをポット上げしていきたいと思います。ガーデニングを長年やってきて、この多肉植物の世界では芽や根のついてない葉っぱだけの売り買いがあるということが不思議でした。私もこの葉っぱを24枚買ってみました。並べてあるのはセルボックスという、通常種まきなどで使うような、資材です。使用するのは2号の6センチポットです。このままだと土が流れてしまうので、私は鉢底に排水口ネットを敷きます。なぜこのネットを使うかというと、家にたくさんあるからです。普段は花苗の寄せ植えを作る時などは、この排水口ネットに鉢底石を入れて使ってます。鉢を解体する時にこの鉢底石と土が混ざると、土の再利用にも鉢底石の再利用にも不便だからで、簡単に分けることができるようになるからです。土は先日動画にアップした基本の土を入れていきます。肥料は1年間効くと言われるマグアンプ K を入れていきます。まだ小さな苗なので、紅葉を見るつもりはないので、肥料は年中効いてもいいかなと思ってます。マグアンプ K は根が肥料に触れた時だけ効くという性質なので、根焼けの心配がいりません。で、今使ってるのは中粒で、私がよく草花にも使うので持ってるので、使ってますが、ホームセンターなどで探すと小粒というのがあると思います。これは多分 7,8 ヶ月効くというものなので、多肉にはそちらの方が適しているかもしれません。次に、入れていくのはオルトランデラックスです。こちらも通常庭でよく使っているものです。私は葉挿しやカット苗の時は土を使い分けてます。今前に出したのが基本の土、こちらが、細かくて水持ちのいい土になります。配合は基本の用土、こちらが2、鹿沼の細粒が1、種まき倍度が1になってます。このやり方は個人のこだわりなんですが、幼い苗の時は水持ちよくして、水を吸いやすく、育ってくると水はけよくというので、自分なりに植え替えをあまりしなくていいのかなという考え方でやってます。はい、ではポット上げをしていきます。これはピンクシャンペーンですね。こういった、曲がった葉っぱの時は横向きに刺した方が根が浮かなくていいです。葉挿しや植え替えの作業の時は土が乾いている方がやりやすいと思います。手も汚れにくいですし、根も切れにくいと思います。植え付け方は根をピンセットで挟んで、これをどんどん押し込んでいくという、ただそれだけになります。葉挿しの場合は根が少ないのでピンセットで挟んで押し込むということができるのですが、カット苗などは結構根が大きく入っているので、このやり方だと私はやりにくいので、また別のやり方を紹介したいと思います。こちらは10月に買ったカット苗です。すべてエケベリアです。冬の間室内で育ててますので、日光不足により徒長しています。ここでまた2号6センチのポットを使っていきます。鉢底ネットを敷いて基本の用土を入れていきます。
オルトランデラックスとマグアンプ系中粒を入れていきます。このすごく徒長した苗をどうしようかと思ったんですが、カットしてまた刺すという手もあるのですが、ここで私は下の葉っぱを外して深植えにしてみようと思いました。根の量が多い時や、深植えにすることはあまりないと思うのですが、こんな時は、ポット苗の土は少なめにして、あと、苗を置いてから土を横から足していくという方法でやってます。外した葉は小さいので葉挿しができるかどうかわからないのですが、とりあえず苗のところに置くことにしたので、一番上は水持ちが良い細かい土を少し入れることにしました。大きくなってからきちんと葉挿しを取ればいいと思うので、今回は出たらラッキーぐらいの気持ちでやってます。深植えにした場合、葉を外したところから根が出てくれると、想像しているのですが、もし間違っていたらごめんなさい。皆さんはまだ真似をしないでください。検証中ということです。私の多肉植物の動画は、ガーデニングをやってきて多肉植物の世界に入った時に不思議に思ったことや、今までのガーデニングと違う点などを比べて思ったことを交えてお伝えしていきたいと思ってます。すべて根があるので水やりをしていきます。手持ちでスマホを持っているのでちょっと画面が揺れて申し訳ありません。今日は天気もいいのでたっぷりお水をあげました。ずっと室内管理だったため、この後もまた室内に戻します。夜間の気温が5度以上になったら外へ出すと思います。